河原町ビブレは、京都府京都市中京区において株式会社マイカルが運営していた商業施設。ビブレ業態としては、天神ビブレに次いで古い歴史を持っていた。1970年10月に日井河原町店として開店。1983年4月にビブレへ業態転換した。売り場面積が5800平方メートルと狭いことから、 天神ビブレと同じ品ぞろえとすることはできなかった。そのため、学生が多い土地柄であることを踏まえて、医療品とサービス面を強化する戦略を採用した。京都地区におけるファッションや、情報の発信基地としての運営を図り、同地区の核となる存在だったが景気が低迷し、ニーズも変化。多様化した顧客の支持を獲得することが難しく、 なったのを契機として、2003年1月に改装を実施し1階から5階を株式会社ロフトが運営するってなんと、京都ロフト都市、地下1階のみビブレを展開。店舗としての魅力をさらに高めたい、マイカル側の戦略が功を奏し、京都ロフトによる全体的な集客は高まったものの、地下にあるビブレへの顧客の流れを作ることは難しい状況が続いた。 しかもビブレの看板を掲げていたものの、顧客からは、ロフトの入居する、テナントビルの印象を払拭することはできず、ビブレ形態としての限界が露出していくこととなっていった。そして、ビルの耐震不足が深刻である手にや、将来的な収益の確保が難しいと判断し、テナントの京都ロフトとの賃貸契約が終了する2010年7月31日での閉店を決定。 同日、河原町ビブレとしての営業を終了した。後地に地上11階建て地下1階の高層マンションが計画されている。なお、京都ロフトは近隣にあるミーナ京都に移転した。ありがとうございます。